はい、どうも、開封動画です。強化拡張パック、サン&ムーン。これは、コレクションサン&ムーンの続きだったりするんですかね。さあ。まあ、続きってことでいいのかな。まあ、例にもよってエデンさんが、いらっしゃってますので、一緒に上げていきます。これは、そうだ、ちょっとサムネ用に今撮ったかな。はい、OK。一応コレクションサン&ムーンに入ってるカードも収録されてるし、それ以外にこのバトル強化パックに新規で収録されてるカードもあると。コレクションサン&ムーンで収録しきれなかったやつが入ってるって感じなのかな。強化してね。なるほどね。強化ならね、別にコレクションサン&ムーンのカードを早速再録する必要もなかったんじゃないかな。それ以上いけない。今回結構波紋を呼んでるみたいで。本当に、君の最強が完成する。早いな、おい。終わっちゃったよ。ででどん。20パック入ってるそうで。で、1パック250円だったかな。なんか5000円ぐらいしたんですよ、確か。じゃあこれ、どうしよう、もう箱はええか。こういっていきましょう。狙いは、そうですね、やっぱ、新規の GX が出りゃいいですよね。ジジイロンとか、あとドヒドイでクワガナ、ニンフィア。ダブル R だとニンフィアが高いらしいじゃないですか。高いって言うな。で、金券でしょ。金券で、たまに UR のニコ玉が入ってるんでしょ。20パックは結構あるな。じゃあ行きましょう。1パック5枚入りで全部一応ミラー仕様らしいですね。ミラーはちょっとね、撮影者殺しらしいんで、結構反射すんのよ。悪は優しいぞ。ね。お、モクロじゃん。モクロ。映ってますかね。はい、ちょっと反射を気につけていきましょう。ニャビ。踊り鳥。新しいなのか。1エネフェザーダンス。次の自分の番、このポケモンのバチバチパンチ、パチパチパンチのダメージは100になると。ポイッと。白ですな。あー、この辺も見たかですね。草エネルギー。絶対、基本エネルギーが1枚ミラーで入ってるらしいです。はい、と。よいしょ。いいね。僕、XY のミラーばっか使ってるから、ちょっとこれを機に集めたいかな。エネルギー？そうね。エネルギーを。ちょっと。ニコ玉の UR は売却します。チャキーン！ SR がまた箱に確定じゃないんでしょ？ですよ。嫌だねー。嫌だねー。嫌だね。見て、僕、ほら、これ、SR 用のスリーブ用意してあるから、今。準備がいいですね。そうそうそう。ちょっと今日持ってるから俺来たらそこに入れるそうそう今日持ってるから、いきます。ニョロも、投げつけされる。この辺も再録されて、お、満タンの薬出ましたね。いいっすね。満タンの薬のミラー早速早いね。なんか今までは BW とか XY の後最後ら辺に出てたじゃんか。再録早かったね。そうね、やったぜ。はい、ニャヒート。これは新規なの。前はとりあえず満タン置いとこうか。でん、超エネルギー。はい、なるほど。一箱買えば最悪でも基本エネルギーが20枚光ってるのが手に入ると。ああ、まあそうだね。まあいいね。いいね。確かに。うん。じゃあ3バック目いきます。GX は何枚入って、ダブル R は何枚入ってんの基本的に。ダブル L3 じゃない？ 3 か。3か ?3 プラス SR1 みたいな。ああ。まあ2枚も。うん。なるほどね。仮切り、いいね。仮切りのミラーはぜひ4枚集めたいですね。年狂ってるけど。仮切りのミラーはぜひ4枚集めたいです。ちょっと僕最近ラランティス使ってんでね。調子いいんですよ。不思議な目の UR も入ってるわ、そういえば。思い出した。アメのミラーが出ましたよ。はい。アローララッタ。アローララッタ。鋼エネルギー。鋼のミラーはいつ見ても入るね。ピカピカの光り方がいいね。悪も入るぞ。悪？ああ、悪ね。よっ。草エネの UR が入ってるみたいな噂を聞きましたけど、もういらねえよって。何パック目だ ?5 パック目かな。はい。そろそろ GX じゃねえ。GX か。WR が1枚来てもいいんじゃないかな。アゴジムシ。デンジムシ。ウソッケ。あ、出たよ、ウソッケ。噂の道を塞ぐ。こいつがいる限り、相手がベンチに出せるのが4匹までになると、白レッグをメダれるみたいな感じですね。パラレルシティほどじゃないんですけど、まあ、こいついると白レッグの動きが多少止まるかなって感じですね。またちょっときついのかな。はい。フックスロー。フェアリーエネルギー。はい。ウソッケ以外に特に言うことはない。そろそろですかね。今4パック開けたね。多いね、20は。そうね。30の時も。でも意外と30の時はなんか急いでたからさ、意外と20分ぐらいで収まったっていう。はい。お、EV のミラーもいいね、なかなか。それ4枚欲しいね。おいっと。ひどいで。どひどいで GX が出てほしい。ぜひ出てほしい。ハイパーボールのミラーもいいね、これは。これはいいっすね、なかなか。はい、踊り踊り。あやかしの舞。これちょっとミラー怖いんでね。変なところで反射しないといいんだけど。あやかしの舞が1エネでトラッシュにあるポケモン、ん？相手のトラッシュにあるポケモンの枚数分のダメ感を相手のポケモンに好きなようにする。好きなように乗せるのがいいね。これ1枚入れときゃ、後半じゃねえわ。夜子、もう今更夜子いないだろうけど、ファイット、超エネルギー。夜子のメタれますね。イグニちゃんとかもね。そうね。確かに。
5パック開けてダブルアールは1枚もなし、これは怪しいぞ。いや怪しいぞ。それな、この間もラスト1パックで来たけどね。あ、多分これね、今光ってるから GX だと思う。ハイパレア、ハイパレア、しずくも、こらった。お、日輪の祭壇こっちか。ガチリンの方が強いんだよね。日輪はこれ、お互いの炎ポケモンと鋼ポケモンの弱点がなくなりますよってやつですね。で、で、どん、アシレーヌ GX。あれか、ストラクに入ってるさ、御三家もいんのか。そういうことっす。アシレーヌ GX。はい、テキストはまあ、結構昔からあると思うんで、はい、割愛します。光り方見せて。どうぞ、変わんないと思うけどね。この犬ですね。まあ、アシレーヌ持ってないから分かんないや。まあ、多少はね。まあ、1枚目だし、多少はね。2、4、6パック目で来たかな。はい、じゃあ7パックお願いします。じゃあ、俺が開けてんのでも見てて。見てる見てる、はい、よいしょっと。やっぱね、人とね話しながら開けると楽しい。ナンマコ節よかったね。後であげるよ。やった。はい、ドローバンコ、読み方合ってた。苦しいんきたね。そうね、テキストは特になし。踊り鳥 HP90。 さっきも踊り鳥じゃなかった。踊り鳥4つ入りよ、今回。あ、そうなの、うん、バイタルダンス。自分の番にこのカードを手札からベンチに出したとき1回使える。自分の山札による基本エネルギーを2枚まで手札に加えると、あ、出たときに博多画を作ってると。ちょっと考えてみよう。はい、ニョロとの、天候振る1エネ、山札によるニョロもニョロとニョロも1枚ずつベンチに出すと。おー、面白そう。なんかあの下戸頭みたいだね、水分身的な。そうね、3エネハイパージャンプが望むならこいつとついてる全てのカードを自分の山札に戻すと。なるほど、新規のカードです。草エネがかぶった。はい、よいしょよいしょよいしょ、いろいろできそう、格好できるとは言ってないみたい。2、4、6、7、8パック目ですね。よいしょ。アシレーヌガオガエンジガイパーみたいなのあるらしいから。マジで。まあ、SR 来てくれりゃ文句言わんよ。ニョロザ新規じゃねえかな。モクロ海半いるんだ。へえ、コスモウム鋼エネルギー。あら、海半いる。海半ね。なんかちょっと絵柄がカラフルになったね。イラスト好き。そうね、海半ちょうどわし1枚しか持ってなかったから嬉しいっすわ。海半とかクラハン強え強えってなるんだけど、結局ああいうデッキを入れるデッキを組まないんだよね。はい、いきます。よいしょ。ニョロもミラーだと、ね、ミラーだとこの距離でもテキスト読みづらいんだよね。光るからね。そうね。おっ、ガラララ、危ねえ。ガチリンの祭壇だ。ガチリンの祭壇。ガチリンの祭壇来たね。超とアクエネルギーがついてるポケモンの逃げるエネルギーが、2個分少なくなると。これ強いっすね。なかなか。これちょっと集めといてもいいカードかもしれないですね。お、ルナーラ来たよ、ルナーラ。2進化160。これがルナーラ GX と相性がいいルナーラか。バーストボールが、こいつについてる超エネルギーかけ40ダメージと、ミュウツー EX よりちょっとダメージの振れ幅が大きいのかな。で、3エネガチリの翼が3エネ130、与えつつ、こいつについてるエネルギーを全部ベンチポケモンにつけれると。だから、こいつガチリの翼打った後に気絶させられてもエネルギーは無駄になりませんよ。で、エネルギー、次の番落ちなかったらベンチにルナーラ GX 立てて、もう一回サイコトランスで動かしてもう一回打ちましょうねって話か。これはじゃあまあ、ポケモンだしこっちか。で、フェアリーエネルギーと。はい。なるほどね。エネルギーは全色あるわけじゃないのかな。あ、確かにこう見ると確かに全色なさそう。白よりは、そうね、偏りがちょっとあるね。今 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 これで10パック目か。はい、エネルギーの数が残り数、ね、そうね。はい、よいしょ。じゃあいきます。足回り、電磁虫、踊り鳥、情熱のダンス、1エネで山札にある炎エネルギー、ん？炎タイプの種ポケモン3枚までベンチに出すと。で、2エネメラメラが2エネ30ダメージ。こいつについているエネルギーを1個トラッシュして、その後相手のバトルポケモンについているエネルギーをトラッシュすると。バーニングエネルギーと相性いいかもしれないですね。おい、お、マルチ付け替え。これ強いらしいじゃん。自分のベンチポケモンについているエネルギーを自分のバトルポケモンに付け替えれると。私も付けられる。うんうん。その代わり、ベンチからバトル場にしか付け替えられませんよと。まあでも強いかもしれないですね。はい、普通にあり。超エネ1枚。はい、とあらあらあら、ダブル R が1枚しかないでごわすよ。まだ本気出してないだけ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だね。これで折り返しですね。お、10分で収まる。これ20分以内に終わるで。よいしょ。チャカポコチャカポコ。はい、いきます。アゴジムシ、ニャビー、ニャヒート、エネルギーリサイクル。再録されたね。トラッシュにある基本エネルギーを5枚相手に見せてから山札に戻していける。確かにこう見るとバトル強化パックというのは割と名ばかりじゃないかもしれない。全体的にね。そうね、なかなか優秀なのが揃ってて、新規の方もいいかもしれない。いいぞこれ。いいぞ、やめといた。新規の方も始めやすいかもしれないですね。お、
これは GXWR3 WR 以上多分これ足レーン合わせあと3枚だな。 SR が来るかどうかだね。投げつけ去る、ひどいで足まりに、おニンフィア GX 来たね。これは強いね。ニンフィア GX が、てか今回から、EV から、EV から進化する GX ポケモンが、EV のエナジー進化のおかげで軒並み強いんですよね。1N マジカルリボン、山札にある好きなカードを3枚まで手札に加えると、まあ、N されたり、あとこの番相手に技のダメージ与えれないっていうのはありますけども、強力な技だと思います。ここ1段目で打てると強いかもね。で、3N 妖精の風はまあ110ダメージですよ。で、このプリエル GX がエグいんですよね。相手のベンチポケモン2匹と、そいつについてる全てのカードを相手の手札に戻すと。だから裏で準備してるポケモン、準備、してたポケモンを、なかったことにできると。これ最初1匹だと思ってたんだけど、2匹なんだね。どりで強いわけだ。これはね、なかなかぜひ持っといた方がいいカードだと思います。やった、出ました。そうね、およよーってなっちゃうね。はい、こうだね。とりあえず、まあまあまあ、いいよ。WR1 枚いいの来たから、1枚。いいよね。うん、ありあり。あとは、スーパーレア。あとは、スーパーレアを引けば、仕事は終了。じゃあ行きます。ザクザクザクと。偏ってたりすんのかね、これ。お、カリキリ2枚目。いいね。カリキリ、カリキリはこっちに置いとこう。しずくも、こだわり始まき。これいいね。なんとかバングル、BW の時の、なんとかバングル。あれと同じ感じだね。このカード、これつけてると、相手の GX と EX ポケモンへの技のダメージがプラス30されますよ、と。これ、かなりありだと思います。で、これは別に自分の GX ポケモンにもつけれると。そう。ありだね。強いね。そうね。お兄さんにとってかな。それな。はいっと。よいしょっと。確かにどうだろうね。やっぱ、環境に合わせて選べるんじゃないの？あといくつだ ?1、2、3、4、5、6、7パックだね。なかなか GX も EX もいないって。まあないからね。特に今 GX 環境来てるからさ、GX を育てる分やっぱ強いじゃん。スナバー、ニョロも、オールドリードリ。これはさっき見たね。マンクス2枚目。いいね、マンダンかぶったね。いいね。ええやんけ。マンクスはいいね。そうね。あと個人的にはガチリンの祭壇がもう1枚かぶってほしいな。あとエネルギーじゃねえわ。マルチ付け替えか。新しいね、そうね。はい、あと6パック。さて、この6パックに SR1 枚と WR1 枚入ってたら、神。それがレオが多分もう1枚出ると思うんだよな。レアの方、普通の方の。イーブイ。ニョローゾ。こっち置いとこうか。おいっと。予測金2枚目。ハイパーボール。おー、いいじゃん。ハイパーボールはいいね。うん。ハイパーボール僕ずっと XY のしか使ってなかったからさ。この機会に。そう、この機会に SM に伝えていけると。残り5パックっすよ。2枚出てるから。2枚出てるから。まあ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 。まあ多少はね。悪いじゃないんじゃない？かもー。ふいっと。足回り。踊り踊りに。よいしょ。不思議な飴かぶったね。お！これは何？仕事をするね、だいぶ。でっこでっこでっこ。はめるね。僕絶対動画撮ると SR 来るとしても一番最後なんだよね。ギャラドスといい、ククイといい、なんか他のなんだったっけな。目覚める蝶とかといい。はい、じゃあ行きます。ちょっと、残り4パックかな。いいね。楽しませてくれる。そうねー。はいっと。アローラコラッタ。ドロバンコ、コスモウムに、ソルガレオ。なるほどね。お、鋼エネルギーと一緒に来たぜ。あ、ソルガレオ見とかないとね。すごい反ってるね。まあ、ミラーなんでちょっとあれなんですけど。2N シャイニングアロー、相手のポケモン1匹に50ダメージと。なるほど。で、3N 日輪の牙が 3N170。おで、次の自分の番、このポケモンは日輪の牙が使えないと。なるほど、なるほど。へえ。え、意外と強いんだけど。ウルトラロード。そうね、ありよありよありよ。何今回はこの、なんだろう、非 GX と GX 組み合わせようみたいな。強化拡張パック。残り3パックか。これは、あと1枚が WR か SR どっちかかだって話だね。WR2 枚、WR2 枚とかないっしょ。ほら、いけど。待て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 。ナンマコブシ、コスモク、お、日輪か。フクスローか。やば、これえ、ちょっと待て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 。あと2パック。え、これさ、WR2 枚箱ってあんの？あんじゃん。これそっちじゃなくて。あ、そうだね。失礼、失礼。WR2 枚。俺、ちょっと怒るよ。まあ、ニンフィア来たから許すけどさ。振ってる、振ってる。自分で振ってる。木狼、ひどいで、開版に。あ、クワガノン GX か。WR ですね。SR 来なかったかな。新規、新規。新規ね。テキスト見ましょう。1N チャージビーム。トラッシュにあるエネルギーを1枚このポケモンにつけると。で、4N 超電磁砲。このポケモンについてるエネルギーを2個トラッシュ。4N180。
で、ギガトロン GX。相手のベンチポケモン全員にそれぞれ60ダメージと、相手のベンチポケモンが多ければ多いほど、まあ、効果を発揮すると。これよりも、やっぱりあっちの二進化のクワガナの方がいろいろ面白そうだね。そうだね。これだったら、これ専用のデッキ組んだらんとあかんって感じかな。はい、じゃあラスト一泊。わかんねえ、このラスト一泊で SR 来るかもしんないよ。SR4 枚箱も、SR4 枚箱は。わかんねえよ。いきまーす。ザクザクザクと。はいと、この間のコレクションサンドムーンでちょっと運使い切った感あるかな。ニャビー、デンジムシ、オドリドリ、ホイト、残念、ラランテスだった。でもこれ新規だね。1進化なんだけど、こいつがいる限り自分の草と炎ポケモンが使う技のダメージがプラス20されると。はあ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 。草と炎だと何がある？まあラランテスか。ラランテスか。あと炎に入れたりとかね。はあ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 。まあ、でも、どうだろうね。まあ確かにワン、まあ、ね、そのうちね、ワンチャンあるかなって感じかな。はい、こんな感じです。一回まとめます。SR はなかったですね。はい、出たカードを、紹介しまーす。基本的にはまあ20枚出たんですけど、やっぱ偏りがありますね。あ、偏りがあるってか、収録されてない種類のエネルギーもあんのかな。水、雷、あの辺、水、雷、悪とかあの辺が出てないんで、もしかしたらその辺は収録されてないのかもしれないですね。ちょっとわかんないんですけど。前情報がなくてすいません。で、出たのが、ダブルアロガ、アシレヌ GX。これ、ストラクに入ってるのと同じです。で、新規が2枚ですね。クワガノン GX と、ニンフィア GX。まあ、ニンフィア GX 出たんで許しますよ。これはね、かなりありなんで。SR は残念ながら、なし箱ということで。まあまあ、この間のくくりで運使い切ったかなって感じですね。はい。で、トレーナーズ、日輪が2枚。ガチリン2枚の方がよかったね。日輪2枚、ガチリン1枚に、ハイパーボールが2枚。で、エネルギーリサイクル1枚、マルチスケカイ1枚、こだわりハチマキ1枚、海藩2枚、不思議な目2枚、マンクス2枚と。今回、グッズというかトレーナー、収録されてるトレーナーズがかなり使えるカードばっかなんで、まあ1ボックスぐらいなら全然買ってもいいと思います。こんな風で被ったりするんでね。はい、じゃあこの辺にしましょうか。じゃあ何のカード使って対戦取りましょうかねってところで。じゃあ僕は残念ながら SR 引けなかったから、ちょっとエデンさんの箱にお任せしますんで。いいぞこれ、夢を託すんでね。やめてくれ。というわけで、僕の方の強化拡張パックの開封これで終わります。ご視聴ありがとうございました。